もう入んない。空気も入んない。うん。霧があんな風に発生するかな。そうだよね、変なの。不足？ねえ、本当に体調悪そうだよ。寝つき悪い方だったっけ？スケちゃんが頼みの綱なのに。でもさっき、最近はずっとそうだって。心配だね。あ、京介、しっかりして。兄ちゃん、
諦めないで。エマちゃん。おはよう。まだ来てないんだよね。一人じゃ暇でさ、エマちゃんはキッチンを行ったり来たりだし。だね、多分。
どなた？ああ、京介くんか。ちょっと待って。まあね。トーリー？ちょっと待ってて。呼んでくるから。ユキエさん、疲れているのかしら？ちょっと元気がない風に見えた。ほんとほんと、前に見かけた時はもっと元気はつらつリポルディって感じだったけど。ごめん、トーリー今日は休むって。そんなところ、ごめんね、せっかく迎えに来てくれたのに。風邪か。長引かなきゃいいけど。本当に。エマちゃんのクラスではあれの影響どう？写真の？すぐに消えていった感じだけど。ああ、そうなんだ。じゃあ私らのクラスと同じだね。お昼休みに行ってたけど、犯人は放置プレイのまま？放置プレイって？だからそのまま？殴り込みとかは？あれこれ言い合うのも嫌だし、そっとしておくだけだけど。触らぬ神ってやつ？そうね。もうちょっと怒ったらいいのにな。え、どうして？だってそれが原因みたいなもので、和葉ちゃんもちか子ちゃんもいなくなっちゃったのに。悔やんでもしょうがないけど、あの夏、それに気がついてくれたら少しは違った展開になっていたのかな。結末は変えられないとしても。こっちの話ね、エマちゃん。変えられないっていう部分には同意できないけど。今日はトイレ近いね。そりゃわかるって、目の前に座ってるんだし。復活早いね。
起立。さてと、お昼ご飯だ。うふう。どうしたの？突っ立ったままで。早く行こうよ。休むって言っていたんじゃないの、ゆきえさん。変なお兄ちゃん。3人だと寒さもひとしお。図書委員どうするの？来ないかもしれないけどね。じゃあ私が最初に行って、ちかこちゃんが休むようだったら電話してあげよっか。そんなに気にしなくてもいいと思うけどね。起立。じゃ、ちょっと教室で待っててちょ。借りる人がもうちょっといれば、この仕事もやりがいがあるんだけどね。ほんと。肝試しでもやりたいね。廊下がもう暗くなってるでしょって思ったりするんだよね。そうだね、夏はまだまだ先だし、今日さ、ずいぶんと通りちゃんのこと気にしてたね。もしかして昼間もそれだったの？京介くんにとって通りちゃんは憧れの人か。昔そんな感じじゃなかった？